アイヒエンツェルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の、古田郡に属す、町村である。アイヒエンツェルは、自然地陸分上、東のベストリヒエスレーンフォアラントから、西のカンツェルラーフリーデタールへの移行部に位置している。町の中核部は、軍庁所在地古田の南南東約7キロメートルの、古田川東岸に位置している。列車道ト地区の北北西で、 ケールゼル地区から流れてきたフリーデ川が合流する。フリーデ川はデルバッハから流出する。アイヒエンツェルは、北はフルダ及びキュンツェル、東はエーバースブルク、南はカルバッハ、西はノイホーフと境を接している。自治体アイヒエンツェルには、主有であるアイヒエンツェルの他に、ビューヒエンベルク地区、デルバッハ地区、ケールゼル地区、レッシェンドート地区、リュッター地区、 レンスハウゼン地区、ローテマン地区、ベルカース地区が含まれる。主有、アイヒエンツェルは、927年に、古田修道院の寄進状に、初めて記録されている。ゲオルクランダウによれば、この集落の起源は920年に、粉族によって破壊された、小集落であり、その後、廃古修道院長によって再興され、廃古にツてレと呼ばれた。 この町に属したの集落の文献書室はこれよりも早い、リュッター815年、デルバッハ852年、ツェルバッハ859年、レンスハウゼン866年である。このため、古田川南岸地域では744年の修道院設立後、計画的に開墾、定住がなされていったと考えられる。アイヒエンツェルの上官アイヒエンツェルの上官は、 この町の象徴的建造物である。この城は、ホム・エイバースヴェルク・ゲナント・フォン・バイアース家の当主によって1548年頃にルネサンス様式で建設された。この城は、変化に富んだ歴史をたどり、騎士の城、住宅、司祭館、礼拝堂、旅館、公民館として利用された。百七十一年に、近代的な住民窓口を持つ行政庁舎となり、 2006年から2007年に修復がなされ、内部は近代化された。1971年に、アイヒエンツェルは、コンクール、ウンザードー・フゾール・シュナにおいて、ヘッセン州で優勝した。ヘッセン州の地域再編に伴って、1971年12月31日に、それまで独立した町村であったアイヒエンツェル、ビューヒエンバッハ、デルバッハ、リュッター、レンスハウゼン、 ローテマン、ベルカースが合併して、新たな自治体アイヒエンツェルが形成された。1972年4月1日に、ケールゼルが加わり、1972年8月1日には、州法の発行により、列車ートが編入された。かつて独立していた町村ごとに、地区委管理委員会が設けられた。町の行政機関は、アイヒエンツェルにある。有アイヒエンルの住民は、 年配の人からアイヒエンツェラー・ベックフレッサーと呼ばれている。アイヒエンツェルの上官の庭にはベックフレッサーと石に掘られている。アイヒエンツェルは1785年までフローレンベルク教区に属していた。特別な祭りの日、または巡礼の際にアイヒエンツェル住民はフローレンベルクの教会に出かけていた。近隣の村からの巡礼者が大いに迷惑したのは アイヒエンツェルの住民は長い道のりであるにもかかわらず、最初に到着することであった。他の人たちが山に着くまでに、アイヒエンツェル住民は、祭りの白パンを全部買ってしまっていたのである。平日には一週間以上前に焼かれたパンがあっただけだったので、祭りの日の白パンは、人気の気分転換であった。アイヒエンツェル住民が先にべてを買い占めてしまうのに、腹を立てて、 近隣の住民は、アイヒエンツェル住民を、アイヒエンツェラーベックフレッサーと呼んだ。この呼び名が、現代まで残っている。しかし、この伝統的な形でのこの呼び名は、老人だけに使われており、アイヒエンツェルの若い住民は、この古い呼び名をパン好きに、対する冗談と解釈している。1970年代、デルバッハ地区の西、隣のターラウとの間のデルバッハ川の谷に、 フランクフルト地域の貯水池及びエネルギー生産のためにダムを建設する計画があった。これにより作られるダム湖は近郊保養地として利用されることになっていた。アウトバーン A7 号線の橋梁の支柱は後に湖に立つことになるため特殊なコンクリートで補強された。しかしこのダム計画はフランクフルト地域の水供給綿で、 確保されていることなど、様々な理由で放棄された。デルバッハに対しては、計画から却下までの長い間、他の建築許可が降りないという結果を引き起こしていた。もう一つの奇妙なことが、2006年に起こった、レーン工業パークの高台に、長さ1 5トルのアスファルトの滑走路を持つ、飛行場を建設するというアイデアである。起業家、ルッツ・ヘルミヒが、 小型ジェット機が発着できる特別飛行場建設のために投資を行った。しかし、この案は、レンハウゼン住民の激しい抵抗に相とんざした。アイヒエンツェルの聖ペーター及び、パウル教会アインツェルは、主にカトリックの町である。すべての地区に、カトリック教会が存在する。その他に、アイヒエンツェル中核部に、福音主義教会がある。アイヒエンツェルの町議会は、 37議席で構成されている。ディーター・コルプは2008年からアイヒエンツェルの長長を務めている。紋章は1969年7月14日にヘッセン州内無省の認可を得た。ズンガラ、銀字と赤字に左右に分割。向かって左に青い百合。向かって右に銀の多くの葉が描かれている。 日本の細い赤帯に挟まれた幅広の銀色の帯に、アイヒエンツェルの街の紋章が描かれている。ルネサンス様式の上官、行政機関が入居しているカトリックの聖ペーター及び、パウル協会、教区センターがある、アイヒエンツェル基礎家庭学校文化、祝祭倉庫、アム・ホーフ・アイヒエンツェル消防署、アイヒエンツェル音楽協会フルダガワレーン鉄道の軌道、向かって、 左が、古田方面、右が、ゲルスフェルト方面郷土博物館、レーンクラブ、図書館旅館、アルテスブラウハウス旅館、クラマー、ハウプト通り旧墓地及び、福音主義生三味一体協会、ファザネリー城アイヒエンツェラーバルテ男性ダンスグループ、アイヒエンツェラーシュレックシュルーベは、2007年に、ケルンでのドイツマイスター選手権で優勝した。2008年にも再度優勝し、 2009年、2010年は、準優勝した。2012年、ボンキンコのオーバープライスでの BVDM の、ドイツマイスター選手権で再び、ドイツマイスターになった。アインツェルは、経済面で、ドイツ中部の特別重要な町である。1970年代初めに、当時の町長、カール・エーバートが開発した、産業地区である、レーン工業パークには、 総面積120ヘクタールの敷地内に、中小企業や大企業が立地しており、4000人以上が働いている。ケールゼルとレッシェンドートとの間、アウトバーン A66 号線と重量物、輸送車用道路である、連邦道 B27 号線とが交差するインターチェンジ沿いに、2014年にアム・アイヒエンツェラーベック産業地区が建設された。交通の便が良いことから、 数多くの運輸、流通業者がアイヒエンツェルに拠点を置いている。また、アイヒエンツェルは、清涼飲料水及び、ミネラルウォーター製造業者フェルスティナの本社所在地でも、ある。アイヒエンツェルには、アウトバーン A7 号線と A66 号線とが、接続する、フルダジャンクションが存在する。また、連邦道、B27 号線と B40 号線が町内を、通っている。 いずれの道路もアイヒエンツェルへの接続は良好である。ドイツ鉄道 AG は古田ゲルスフェルト線を運営しており、アイヒエンツェル及びその地区にいくつかの駅を有している。高速鉄道ハノーファービュルツブルグ線及びキンツヒタール鉄道古田フランクフルト線も町内を通っているが、最寄りの駅は古田にある。鉄道用送電線交差ポイントアイヒエンツェルの南に ドイツに4つある 110KV、鉄道用送電線の交差ポイントの一つがある。この鉄道用送電線、フルダ・ゲミュンデンは、鉄道用送電線フリーデン、ベーブラ線の下を横切っている。アイヒエンツェルでは、2012年から2016年までの間に FTTH ガラスファイバー網が付設された。特に小さな集落では、様々な民間プロバイダからのインターネット、 接続状況が劣悪であったため、町は民間企業の協力を得て自らガラスファイバー網を立案し、敷設した。この際、町は公的助成金の申請を断念し、参加者分担金だけで資金調達することを構想した。2016年末までに全ての地区にブロードバンドインターネット接続が完了した。 地元企業レーンネットがそのインターネットプロバイダを務めている。以下の自転車道が町内を通っているアイヒエンツェル・ルッター・発展豊富に基礎家庭学校がある。アイヒエンツェル地区にはさらに実家、本家庭学校の本が練習例がある。総合学校はノイホーフにある。ギムナジウムはフルダにある。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。